いや、探し物は見つかったか？おかげさまで。調子はどう？よく眠れた？そのノートをどうするつもりだ？決まってるわ。非業の死を遂げた研究者の後を継いで研究を完成させるの。アレクサンダーはカトリオナ病の研究をしてたの。記録から治療法を見つけるかワクチンでも作れればと思って。ああ、奉仕の精神からの行動というわけか。完全に利己的な目的よ。権力者はそうした治療法にいくらでもお金を出すわ。例えばラドビットが私と女魔術師会の過去の関わりを水に流すくらいの金額をね。奴に洗脳でもされたか、それともまた俺を騙すつもりか。どういう意味？ラドビットの目的は打倒エムヒルだ。カトリオナを治療し疫病を止めることは目的の役に立たない。君はそのノートと一緒に火炙りになるか利用されるかだ。研究をもとに兵器を作らされるとかな。バカなこと言わないで。微生物を操れるわけがないわ。今はな。だが理論的には可能だろ。理論上オスのダックスフントとメスのオオカミが子供を作るのも可能よ。無駄話をしている時間はない。とにかく私はラドビットに会いに行く。大量虐殺の手助けをしても平気なのか。少しも悪いとは思わないのか。本当に愛し合った同士とは思えないな。イェネファーだってそう思わないでしょうね。トリスも。ごめんなさい、今の恋人は誰よ。話は終わりよ。私の前から消えて。そうか、キーラー。ラドビッドが敬意を持って歓迎してくれることを祈る。クソみたいな皮肉はやめてよ。いや、探し物は見つかったか？おかげさまで。調子はどう？よく眠れた？俺を利用したな。やめてよ。チャンスをつかんだだけよ。アレクサンダーのノートが狙いと知っていたらファイク島の呪いを解く手伝いなんてしなかった。誠実さに欠けてたし、説明が足りなかったのは認めるわ。でもあなたならできると思ってた。とても勇敢だったから。ご機嫌を直してよ、ゲラルトちゃん。私たち仲良しなはずでしょ。いや、君は下劣で不誠実で嘘ばかりの毒蛇だ。やだわ、ゲラルト。ベッドの上ではおとなしかったくせに。ふざけるのはやめよう。そのノートをどうするつもりだ？口汚く罵った後で礼儀正しく会話ができるとでも思ってるの？私の前から消えて。そうでないと口の聞き方をしつけたくなっちゃうわ。そのノートをこっちに渡せば立ち去る。なら一生ここにいることね。無駄だ。すごいわよ。どうしてこんなことに。